トカシキ島は沖縄県島尻郡トカシキ村に属する島である。那覇の西方約 30km に位置し、ケラマ諸島の東端にある。トカシキ村の役場が設置されるなど、ケラマ諸島を構成する主たる島の一つとなっている。トカシキ港、アハレンビーチ間でトカシキ観光バスが乗り合いバスを運行している。所要時間20分。 トカ敷機構での定期船の発着に合わせて運航される。途中、役場前に停車する。戦士時代から人の居住があり、船越海塚などの遺跡がある。琉球王朝時代に代々と当船の船頭を務めた根本家をはじめとして、優秀な船乗りを排出しており、17世紀半ばには、沖縄と中国を往来する船の監視を目的に、ザマミ島、トナキ島、 久米島と共に放火台が設置されている。第二次世界大戦末期、沖縄戦では、都下式島に海上定心第三戦隊の基地が置かれていたため、米軍の激しい攻撃にさらされた。3月27日の米軍上陸後、28日には赤松隊の命令で、赤松山の空基地に集められ集団自決が始まった。住民の 約半数にあたる368名が犠牲となった。自決上に白玉の塔が混流されたが、1962年、米軍が赤間山に地対空砲復ミサイル基地を建設するために接収し、山は大きく削られた。慰霊碑は、傷岬に移された。1972年に、基地は返還され、国有地となり、現在は、 国立沖縄青少年交流の家となっている。全産業従事者のうちで、第三次産業従事者が80%以上を占め、年間来当者が、島内人口の100倍以上の10万人を超えるなど、観光業が主産業となっている。漁業、農業従事者はいずれも5%未満だが、周辺海域は工業場で小規模ながら一本釣り、生え縄によるマグロやカツオ漁が行われている。 また、島には森林が多く水資源が豊富なこともあり、都科敷地区では稲作も営まれている。アハレン、渡り菓子区という二つの美しいビーチがある一方、海の透明度は50から60メートルに及ぶなど、世界でも屈指でダイビングをはじめとしたマリンスポーツが盛んである。また、12月末から3月にかけて、島の周辺を回遊するザトウクジラを狙った。 ウエールウォッチングも行われる。ありがとうございます。